Thank you.
菜箸あるのがいいかもしれない。一人一本菜箸で取るみたいな、うん、専用菜箸。そういうこと。ありがとうございます。美味しそう。うまそう。いただきます。いただきます。よし、食うぞ食うぞ。どれから食べる？このお漬物みたいな。いただきます。これ、玉ねぎポン酢かと。玉ポン。玉ポン美味しい。これ、いいね。美味しかった。これ味噌汁の具材何が好き？味噌汁、うん、うちの親が大根やっとったから、うん、結構大根好きやった。大根屋？大根屋じゃない。何やねん大根屋。赤だしみたいな顔してるから。白水みたいな顔してる。アンチョビペーストみたいな顔してる。俺は何系塩が。何系塩が。そう、かつお節系。どういうこと？塩なのかなそれ。醤油やもんそれ。豆腐系塩が。薄すぎやろ。練乳かき氷。ガラムマサラ。アンチとの向き合い方、あんまおらんやな、うん、ありがたいことに。アンチはただ暇人やからな。かまってあげたらいいのよ。わざわざコメントそうやってくれて嬉しいですとか言ったらまたアンチしてくんねんけど、うん、ありがとうございます、今回もマッチコメントありがとうございますしかないんちゃう。長い付き合いですねとかってな。変な友情が生まれる。アンチ、アンチ歴6年。アンチ歴6年逆にファンやん、ま、好きの反対は嫌いじゃないからね、うん、興味ないやからね。嫌いしに行く労力だけ好きやと思うで、ほんまに。あいつもサッカー部やし、サッカーの練習してるけど、サッカーの練習中にずーっとずっとやる。ずっと野球の話してんのよ。サッカーの話あいつから聞いたことない。サッカーの試合なんか多分あいつ見えへんけど、阪神の試合はめっちゃ見るで。野球と下ネタ一番早く食いつくの。他の時レッスン全然ないのにさ、初デートでどういうコースあれするかちょっとプランニングして。はい、どうぞ。一軒目酒場に行って。一軒目酒場。もうアウト。男性から、まあ、リードしてもらってること多いと思うから、どっかに初めて感を盛り込むのと、まあリアクションやね、うん、もうでもそれはもうそれに尽きるんじゃないかな。気づかない。そんなボディタッチとかはちょっと上級者テクニックなところがあるから、ちょっといけるなって思わせる。あ、この子多分ある程度こっちに許してくれてるなみたいなすごく思うと思いませんか？まあそれはそうですね。確かに。やっぱそこで気づいて動ける人はほんまで、いい旦那さん掴むよねやっぱりね。さ、俺みたいなな。急にそこだけ反応するんだ。一軒目酒場やな。やっぱり。そうやな。磯丸水産がいいよな。ごちそうさまでした。はい。